ロシナンテチャンネル。1億2千万の三国志ファンの皆さん、こんにちは。ロシナンテです。三国志14、今回から新しいシナリオを進めていきましょう。ということで、やっていくのは、この前ね、無料アップデートで配信された、これですね、漢中心ここにあり。これを進めていきたいと思います。で、どの勢力でやろうかなって、こう、いろいろちょっと考えたんですが、やっぱ、張飛とか面白そうですよね。序南三族団、張飛ですね。とりあえず、何はともあれ、曹操ぶちのめそう。張飛もね、やっぱね、面白そうなんですよ。面白そうなんですが、あと、コメントでね、馬長でプレイして、欲しいっていうコメントをいただいたんですね。本当、ありがとうございます。で、馬長もやって、まあ、馬長もちょっといろいろ考えたんですけど、自分の動画でね、以前、道館の戦いの馬長編で馬長をちょっと使いまくってますし、前回のね、信長編でも馬長はかなり活躍してもらったんで、今回はちょっと馬長の勢力で、やるんではなくて、東将ですね。東将の勢力でやって、馬長軍を吸収して、馬長と一緒に、いろいろこう動いていこうかなと思っています。なので、とりあえず東将編でスタートしていきたいと思います。はい。で、配下武将。東将軍のいいところは、まず、まあ、洛陽を持ってるっていうことですよね。大都市の洛陽を持ってるっていうことと、配下武将に、まあ、関羽がいるっていうことですね。まあ、前衛の強力な武将がいますよっていうことと、もう一つは、こういう、楊義でいいのかな、あ、楊彪、ごめん、すみません、楊彪ですね。こういう楊彪っていう、まあ、名声持ちが最初から2人もなんといるという、はい、ことですね。まあ、この辺は東将軍のすごくいいところかなと思っています。で、逆に前衛の武将が関羽しかいないっていうところが最大の問題点で、最初の段階で馬長を落とすのに、結構苦労するのかなと思っています。で、あと2年ぐらい確か、2年ぐらい同盟があったと思うんで、あ、見れなかった、あ、見れますね、開口。そうなんですよ、馬長と、24ヶ月、2年間の同盟があるんですよね。なんで、まあ最初に内政整えて、とりあえず馬長を落としに行こうかなと思っています。はい、ということで、東将編ですね、スタートしていきましょう。しましょう。難易度は上級。寿命は、ちょっと東将とかの寿命がすぐ尽きちゃうと、あれなんで、一応なしにしてあります。あとは、全部標準通りですね、はい。ということでスタートしていきましょう。はい、ということで、スタートしていきます。相変わらずね、オープニングムービーがないのがちょっと悲しいですけどね。はい、で、とりあえず、同盟が終わるまで内政は整えておきたいんですが、馬長がどれぐらい大きくなっちゃうか。馬長がどれくらい大きくなっちゃうのかなっていうところですね。あと、大きな戦略としては、皇帝から、検定から、曹操打倒の密着をね、賜っておりますので、まあ、曹操の勢力を滅ぼすっていうところが、最終的な目標になっていくかなと思うんですが、馬長を、長安を落として馬長を滅ぼした後、こういうルートで、張飛を回収しに行こうかなと思っています。序南の張飛ですね。まあ、それまで張飛が持ってくれればいいんですが、まあ、序南ならおそらく大丈夫かなと。張雲もいますしね。はい。なんで、張飛を回収しに行くと。張飛を回収して、こう曹操の包囲網を作ったら、曹操の兵、勢力を打倒していきたいなと思っています。ということで、とりあえず、同盟、このままだといきなり曹操とぶつかっちゃうことになるんで、とりあえず内政しながら、同盟切れるのを待ちたいと思います。はい、ということでね、内政少し整えて、兵数増やしておきましたが、陳留袁紹に落とされてますね。ちょっとなんかこれほっとくと袁紹がどんどん
勢力拡大しちゃってるんでどうなるかと思うんですが、それよりも緊急の問題なのが張飛ですね。張飛が、序南財政破綻しちゃいそうなんですよ。で、まあ、外交で親善結びながら金を援助してたんですが、ちょっと張飛が危ないなって思ったんで、馬超との同盟が切れる前に張飛を、救いに行きましょう、救いに行きましょうということで、もう出陣します。ちょっとかなり強引な作戦も、これ関羽の戦利口ですね。前衛はこの3人、あで芝居在野で取れました。はい、でこの3人で、とりあえず行こうかなと思います。1万ずつぐらいかな。芝居は方園で、芝居は方園で、まあ1万ずつぐらい持って、前衛の関羽はと関平は少し多めに持っていきましょう。さあ果たして無事いけるのか。とりあえずここっすね、ここまで行きましょう。関羽長、いや馬長先落としたかったんですけどね。で、工場兵器がついていくと、よっ、こんな感じですね。じゃあこれでちょっと進軍してってみましょう。はい、円までたどり着きました。ということで、まずは円を落として、で、どっから攻められるかな。巨匠通過しなきゃダメかな。深夜から。序南ですね。とりあえず救いに行きましょう。よし、じゃあ円を全力で落としに行きます。承知しました。とりあえずまあ、ここ全力で殴りましょう。かしこまった。なんだ。よし、承知。うむ、これね、あれなんですよ、全軍出した結果、見てください、この守りの手薄さ。そこに巨長が来てるんですよね。まあ巨長古老館に来てるんで、あ違うな、なんか牽制してんな。まあ魚鱗なんで取り付かせて後ろに眼光を置くようにしましょう。まあ古老館は守れるでしょう。はい、で巨匠は、ああ賃料は取り戻しましたね。で2万出てます。これはぜひ可否を取り戻してほしい。で張飛たちは、あま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 あ族とか湧いてるけど、まだなんとかなんとかいけるかな。よし、じゃあ落としちゃいましょう。うん、もう一歩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 出て、いやー混乱してる。いやーでももう一歩出れたな。よし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 、これならまだ、これならまだ。鎮静、これを鎮静の提案が欲しいですね。鎮静はない。じゃあ宴会する。達成いたしました。宴会、宴会、金庫をお持ちしました。じゃあもうこれはもうこのまま殴るしかないか。仕込みも行きましょう。と全力で殴ると。承知。で古老館は陣作ってますね。じゃあまあもうちょっと持つでしょう。じゃあこれで行ってみましょう。さあひとまず、新規無産を打っておいて、混乱解けないかな。さあ殴れ殴れ。よし、投石大丈夫ですね。よし、円は落ちるでしょう。さて古老館方面、張飛たちは大丈夫。うん、大丈夫大丈夫。よしで、やべ、工場兵器が来てやがる。施設攻撃関東、あこれかこれか。巨長は
五郎冠。まあ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 大丈夫かな、大丈夫かな。よし、じゃあこれで殴り落としちゃいますか。さあこのターンで落としたい、このターンで落としたいよ。殴れ殴れ、もうちょい。いやー次のターンで勝っちゃうかな。うーん、次のターンで勝っちゃいますね。うん、惜しい。まあ、ちょっと急ぎたいよ。これをさ、コローカン、コローカンは、お、一緒に壊してやる。うん、まあ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 、もうちょい休みですね。よし、じゃあ殴り落としましょう。さあこれで円は陥落、円は陥落した。ほいほい。まあ長州軍もね、人手不足ですかね、完全に。98か、まあ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 、欲しいね。捕虜、よし、これで円制圧したんで、とりあえず速攻で、速攻で深夜に行きましょう。速攻で深夜に行きたい。とりあえず出陣準備ですね。はい、ということで、円の出撃準備整ったんで、深夜落として張飛を迎えに行きましょう。じゃあ出陣ですね。関羽、関平、芝居に、工場兵器と、宝円の、あとはまあいいかな。で、投石、3万、最大だと8800。うん、一括8000ぐらいでいいですかね。よし、じゃあこれでいきましょう。まあとりあえず我に続け。じゃあ、これでとりあえず様子見ますか。はい、でここまで近づいたんですが、迎撃が出てきましたね。でしかも後ろから甲冑の1枚1000、ちょっとこれが強いな。うん、まあまあ、でもとりあえずここで迎え撃ちましょう。はい、ということで進めていきます。さあとりあえず陣ができれば一発、ここは一発軍神をぶちかましておいて、軍神を、あれ、なんで撃てないんだ。よし、官兵乗ってくんないかな。乗らないか。ああ強っ。さすがに官は圧倒的ですね。そして芝居も到着したんで、このままここでちょっと迎撃しましょう。甲冑が、甲冑がうまいな。こちらに、うん、思いっきり来てますね。そしたら、ここまで出ましょう。かしこまった。よし、これでここは迎撃、あとは大丈夫かな。よし、じゃあこれで迎撃しましょう。あ、逃げやがった、逃げやがったな。あ、細胞じゃないですか。細胞、細胞はね、個人的に好きじゃないんで、やっぱ切りましょう。あれ、甲冑が来ねえな。甲冑どこだ。あ、甲冑深夜に入る気かな。報告は、甲冑は深夜に入るの。あ、深夜に入りますね。深夜に入る。そしたらじゃあこっちは前進ですね。前進して、この陣を壊しましょう。承知。よし、じゃあこれでいきましょう。さあ進め進め。
ポーチ打って出てくるかな。あ、なんか砲炎が来たな。酵素、酵素か。これを、まあ今さら砲炎一人来たところでどうにもならないでしょう。心得た。なんだ、前に出られるかな、これ。任せよ。で、この二人は攻撃と。やるとしましょう。よし、後ろは大丈夫かな。曹操が悪させなければ。よし、攻撃、円、円に来るのかよ。円に来るのか。これ円に来てるところを陳龍攻めてやりましょうか。次のターンで陳龍攻めてみましょう。軍勢いるかな。軍勢は可否の利元、可否の利元に誰か工場兵器、工場兵器。おっ、いけますね。よし、じゃあ次のターン陳龍攻めちゃいましょう。ということで、もう工場兵器は出します。勝者マックスで、まあ、とりあえずこれでもぶっ壊しますか。出陣します。よし、じゃあこれでいきましょう。はい、じゃあ曹操が縁に来ないようにこっちも出撃しましょう。可否の踊り源、魚鱗でいいかな、魚鱗でいいかな。眼光にしますか。眼光で可否のは奉仕、これでここに行っちゃいましょう。出陣するぞ。じゃあこれで様子見てみましょう。さあ、曹操はまだ前進してくるかな。うん、前進してきてんな。身も心も預けるわ。1万2000か。まあでも魚鱗の1万2000なら城落とせないと思うんで大丈夫かな。あわよくば陳龍取っちゃいましょう。よし、じゃあ出陣して、前進前進。ここに設定したら曹操戻るんじゃないですかね。で、こっちがとりあえず配置にはつけたんで、いかがした。芝居は念のため戻りましょうか。念のため戻りましょう。で、ここが、関羽はここまで行って陣を、陣を作る。おい、芝居邪魔。どうしようかな。じゃあここ、じゃあカウントカンペでここに陣作っちゃいましょうか。どうした。陣を、承知。どうした。とここ、心得た。で、こちらに、こうと心得ました。よし、じゃあこれでいってみましょう。巨匠からも出てんのか。これは縁に来るのか。使者が到着しました。ああ、細胞ね。細胞切りたいですけどね。細胞は切りたいが、じゃあまあ新、あ、適路くれるなら。はい、帰れ帰れ。こいつら、まあでもとりあえず工場兵器はない、工場兵器はないですね。あ、なるほど、なるほどね。陳龍の援軍に来てんのか、これ。なるほどなるほど。これを、そしたら
陳竜の援軍に来てるなら引きましょう。全軍撤退、よし全軍撤退です。で曹操は、曹操は来てんのかな。まあ、曹操は来てますね。まあ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 、魚鱗だけだったらなんとかなるでしょう。で陣完成したんでセットポジションついてみましょうか、はい、ここまで行っちゃっていいかな。いや出てくるよなきっと。お任せください。で、うん、ここ心得と命令かな。ここですね、心得と。よしじゃあこれで行ってみましょう。さあ深夜から出てくるかな。一体迎撃に来てくれればちょっと安心なんですけどね。迎撃はまだ来ない、まだ来ないか、うん、あー来ましたね。1枚1000、よし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 、これを撃退しましょう。裏に行ってるね。よしこっちはこれでこのまま撃退ですね。で芝居は急いで戻る。おお曹操早えな。でもこっから山なんでどうかな。芝居頑張って戻ってくれ。領土を立つ部隊出しときますか。長打いるかな。あいる、ナイスナイス長打。あべべ長打を出しときましょう。まあまあまあ上の方から回っておいて、よし領土切っちゃえば大丈夫でしょう。でこっちは撤退してる、してるね。よししてるしてる。協調たちは、うん、で深追いしてこい。よしじゃあこれでいってみましょう。さあ甲冑1枚1000ですね。ここが勝負どころ。まずは、軍神、軍神を入れる。さすがに大丈夫だと思うんですけど、よしカンペ戻った、ナイス杖。よし甲冑落としましたね。お捕虜にできた。これはどうだろうか。甲冑との相性は、甲冑との相性、劉備側だと思うんで甲冑との相性もいいと思うんですけどね。これはぜひ仲間にしたい。またさらに8000来てますね。じゃあこのまま迎撃です。で、こっちは曹操が出てる。芝居は入れそうですね。お前は、じゃあ律は都市攻撃園、こっち来んのか。まあ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 、じゃあこの辺に待機しといて、この辺に待機しといて任せてください。行ったら切りに行きましょう。芝居間に合うかな。そしてこっちが撤退できたんで、あ帰ってますね。これなんだ、加工園新入場陳竜。よし、じゃあこれで見てみましょうか。さあ誰だ、誰だこれ。よし、まあまあ誰だ、あ超員かな。じゃあこれはこのまま撃退ですね。よし殴れ殴れ、うんこっちの方が圧倒的ですね。よし、さすがにこれで打ち止めだろう。こちらに。うい、後ろは常用も6900、効果はなぜか孫権に攻められてる。よし、じゃあこれはこれで打ち止めですね。で曹操は来てますね。そこ取ってくる、建設、建設。じゃあま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 あ、ちょっとほっとらかしておきましょうか。で、リゲンは土塁を作っている。よし、じゃあこれで行ってみましょう。さあ、とっとと倒しまえ。さあ、ここで、中遊儀列。これ行きましょうか。カウン乗ってくんないかな。まあ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 。
よし、このターンで倒したいんで、もう軍神持ちます。ちょっともったいないですけどね。我が円月塔の錆となれ。さあこれで打ち止めだろう。じゃあセットポジションつきましょう。セットポジションについて、カーンがここ、あ、これもう2マス目だな。何用か。このままでいいや。任せよ。で、カンペイが一歩ずれて、承知した。ここに入れますか。こちらにお任せください。よし、後ろ、あ、なんか線出てるけど、まあまあこれは輸送でしょう。で、円が、陣が作り終わった。朝は来るかな。あ、来ますね。よし、じゃあ補給切りに行きましょう。これで、あ、なんか線出てんな、あれ怖いな。どうしようかな、こう切るか。こう切りましょう。心得ました。よし、これで、で、こっちは土塁ができたんで、呼んだか。さらに土塁を作ります。囲っちゃえばね、囲っちゃえば手出しできないんで、うん、よし、じゃあこれでいってみましょう。さあ、さすがに出撃はないですね。じゃあちょっと曹操の動き見てみましょうか。前に出てきてくれてるよね。よしよしよし、出てきてますね。さあ、うまく切れるかな。リツーが、リツーが前に出ちゃってるけど、リツーはまあ落ちる。そうそう、もう大丈夫。さすがに魚鱗なんで落ちることはないでしょう。報告が。よし、でこのまま、切りに行く。はは。こう切りたいですね。任せてください。よし、でこっちは土塁作ってると。へい、じゃあ、深夜落としちゃいましょう。さあ、張り付いちゃえ、張り付いちゃえ。間に合うかな。よし、間に合った。オッケー、これは大丈夫ですね。よし、じゃあこっちはもう大丈夫だと思うんで、曹操の方が、あ、混乱してやがる。うん、これは切れますね。よし。お、なんか熱い戦いが繰り広げられてるぞ。おお、長江、長江コーラに顔料分子ですね。おお、牧羊、これは陳竜、牧羊に援軍逃がられるとまずいんじゃないのか。なぜか長領が、あ、長領と曹光ですね、おお、可否を攻めてる。なるほど、火器落としちゃってくんないかな。このままじゃ曹操が何も伸びないですよね。よし、じゃあここでいきますか。さあ、深夜を落としきればついに張飛迎えに行けますね。こちらに。 OK、 そしたら、曹操は混乱してる、うん、これはもう切れるんで大丈夫。よし、でこっちが、土塁を、お、土塁をここに任せてもらおう。よし、これちょっと移動してから作りますか。呼んだか。ここに移動して、土塁を、分かった。よし、あとは大丈夫かな。よし、じゃあこれで落としちゃいましょう。さあ、落とせ落とせ。次のターンまでかかるかなこれ。うん、投石の6000なんでね。
まあ、こんなもんでしょうか。うん、次のターンに落ちますね。よし、深夜は攻略できた。これをよし。で、円がどうだ。よし、平坦切れましたね。何でしょうか。ナイスでした。じゃあ帰りましょう。帰って、ここには内政官を入れておく。やるとしましょう。で、そうそう、この追撃出しましょう。まあ、ここはもう芝居かな。芝居。よし、これで。これで、出て、攻撃。で、自己体験ですね。よし、これで曹操の方も大丈夫でしょう。で、上はできたんで、自己退却で、まあ、弓矢ぐらいでも作って帰りますか。この辺に。やってやろう。よし、じゃあこれでいってみましょう。お、これいい戦いになってんな。ほう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 。大丈夫か曹操軍。大丈夫か顔料文集来てるぞ。頼むよ。よし、じゃあこれでいってみましょう。さあ、深夜を落として、落として、よし、落とした。オッケー。さて。あ、捕虜は、あ、そんな忠誠高くないですね。なるほど。多い。まあ、とりあえずぶち込んどくか。よし。で、甲虫ですよ。甲虫が欲しい。細胞は切る。まず細胞切りましょう。中性85ね。この野郎。この野郎は嫌いなんで切ります。さよなら。よし。で、甲虫は、全力で投与したい。よし。とりあえず深夜落ちましたね。曹操の方はどうなってるかな。曹操の方は、順調ですね。よし、やれやれ。危機がなくなって消滅しちゃうか。まあ。で、深夜には、義援が深夜にいないかな。ちょっとぜひ義援は欲しいですね。まだどこにもいないよな、義援。情報、全勢力の武将で、武力。義援は、いなそうですね。なんで、これ義援手に入れたいな。多分深夜にいると思うんですよ。水郷あるかな。水郷、あ、ありますね、深夜。よし。義援。よし、義援。これはでかい。これはでかいですね。前衛。よし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 。劉備っぽい人材が揃ってきました。OK。ということで、深夜、少し、出陣準備、これ整えて、ついに張飛を迎えに行きましょう。ということで、ちょっと進めます。さあ、ということで、深夜から出撃準備が整ったんで、張飛を迎えに行きたいと思います。あ、ここまで長いっすね。長かったっすね。まさに戦利口、関羽の戦利口ですね。まあ、果てに、張飛を迎えに行きたいと思いますが、ちょっと炎症があまりにうざってえなって思っていたんですね。勢力も大きいですし、ってなってたんですが、ちょうどいいイベントが来てます。炎家分裂、これですね。後継者も定まらぬ中、炎症が世を去る。炎家は、炎症派と炎炭派からに分裂し、後継の座をめぐる骨肉の争いが始まるよ、ということで、もうこれ起こしてみましょうか。俺もこれ見たことがないんで、これやってみましょう。さあ、分裂性炎系。天下の、なんだこれ、奇数も、未だ定まらぬ中、待望を抱いた炎症も、ついに病に伏し、その命は明日をも知れぬ様相であった。うが、
わしの命運もここまでか。まさか円家のもご見る前にな。もうちょっと何言ってるか分かんないですね。はい、円章様お察しします。そのご意思は必ずや我らがお継ぎします。心配ですね。そこで後継者のことですが、我らとしては円章様こそがふさわしいと思うんですが、三男円章ですかね。ガハゴホゴホ、うーふ、もう喋れないじゃないですか円章。なるほど、円章様もそう思いますか。おい心配。では後継者は円章様として進めさせていただきます。ひどいな。ああ、守備はどうであった。ああ、炎章の企みですね。母、万事予定通りです。炎章様が我が軍の後継ぎと決まりました。決まってねえけどな。つきましては、すぐにでも君主の座につき、臣民に新体制をお示しください。そうか、よくやった。では、貴殿は葬儀の準備を整えてくれ。母。ああ、もうひどいことになってますね、お家騒動ね。急報でございます。炎章様がお亡くなりになられました。なんだと？く、そうか、父上が。なお、葬儀は炎章様が取り仕切り、後継者として我が軍をまとめているとのことです。なんだと？剣褒め、剣褒でいいのかな？剣褒め、父上が亡くなった途端に本性を表しおったな。あ、そうか、炎章剣褒か。えい、誰か、今後の方策を示さぬか。なんでそこは人頼りなんだ。このままでは我ら一同炎章殿に邪魔者として消されるでしょう。書くとですね。ならば取るべき策は一つ。炎丹殿も後継を宣言し炎章殿に対抗するほかありません。はい、分裂しますよ。しかし剣褒めがすでに後継を宣言しているというのに称賛はあるのか。炎丹様は炎章様の長子です。長幼の女から見ればどちらに大義があるかはおのずと明らか。まあそりゃそうですよね。まあ書くとも言ってることは正しいですね。自信を持ってお立ちください。我ら一同神明を落として円丹様についてまいる所存です。よし、では今より我が軍は剣歩と袂を分かつ。どちらが正当な後継者か天下に示してみせるのだ。おー、分裂しましたね。202年9月、円章の死を機に骨肉の争いが巻き起こった。炎章軍は炎章派と炎丹派の2つに分裂し内部から崩れていくのだった。はい、ということで炎家分裂、炎章が没するで、炎章、三男炎章が炎章軍を引き継ぎました。で、炎丹炎章に対抗し独立しましたということですね。炎丹でいいのかな、あれ炎丹でいいのか。ちょっと間違ってたら困るんで見てみましょう。で、勢力、円単でいいですね。よっしゃ、あった。ああ、なるほど。北海と平原。北海と平原が、円単軍なんでいいのかな。円単軍になったのかな、これ。うん、で、その他が円章ですね。まあ、圧倒的に円章ですね。ただ、これ、可否が孤立したのがなかなかでかいんじゃないかな。これは、そうそう落としちゃってくれ。うん、なるほど、なるほど。これでちょっとは、円形がおとなしくなると思うんで、そうそうがちゃんと伸びてってくれるかな。はい、期待しましょう。じゃあ、ということで、我らは、深夜から、序南に攻めたいと思います。そしてですね、甲冑、仲間にすることができました。ので、感触を上げて甲冑連れていきましょう。ここに、まず、武力。甲冑、そしてここに義援ですね入れて、工場兵器は統率だけ上がる平等将軍にしておきましょうか。工場兵器ですね。よし、これで攻めましょう。関羽甲冑官兵前衛に、火でいいのかな、これ。火でいいのかな。ちょっとよく使ってるから、ちゃんと名前覚えておきましょう。火器やってますね。火器。じゃあ、行きましょう。関羽
高中は長打、長打で、寛平も魚鱗か。うん。で、投石と。最大兵力持ってちゃうとちょっと不安ですね。33,000、4部隊。8,000だと5,000残る。8,000。うん。寛平ちょっと減らすか。うん、こんな感じでいきましょう。よし。じゃあ、早速、いきますか。ここ取んなきゃいけないよな。甲虫に取ってもらうか。こんな感じでいきましょう。よし。じゃあ、これで、進軍していきます。さあ、いきましょう。さすがにね、超飛超運が相手なんで、一筋縄ではいかないんじゃないかなとは思いますが、超運がなんか続王って上に行ってくれてんな。そこに方円がくっつきに行ってる。これをうん、あのままちょっと、あ、でも超運が仲間になんないよな。それで困るな。それはそれで困りますね。お、甲虫は、上から行きましょう。やろう。これで大丈夫かな。よし、じゃあこれで進軍ですね。さあ超運、早く片付けて戻ってきてくれ。超運がいないのは困るよ。あ、倒しましたね。よしよし。超運撤収してくれるかな。都州に食いついちゃうかな。ちょっと難しいとこですね。超運が来るまで最悪待ちましょう。よし、じゃあこのまま進軍ですね。さあ、超運戻ってこい。超運戻ってこい。お、なんか追っかけてる節があるな、あれ。超運。超運。あ、帰ってるのかな？帰ってるのかな、これは。ちょっと確認してみましょうか。こちらに。なんだよ、落葉方面。落葉方面。超運は？あ、帰ってますね。よしよし。じゃあ帰るのを待ちましょう。で、何が来てんだ、これ。これか？進軍。あ、ここに来てますね。まあ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 、それならほっときましょう。そしたら、進軍進軍。じゃあ進軍しましょう。さあ、進め進め。お、長江。長江は、これゲットしたら熱いですよ。まあ、当初ね、なんつっても、あの玉璽持ってるんで魅力100なんですよね。これいったでしょ。よし、これはでかい。長江また全員の武将が増えましたね。これはありがたい。さあ進め進め。長江はね、自分ちょっと今回作品使ったことないんで、ちゃんと使ってみたいですね、長江。さあこれで もうちょっとかかりますね。で、超運は戻ってきてる。うん。まあ、これで行ってみましょう。さあ、進め進め。さすがに打って出てくるよな。うん、序南2万。まあ、超飛超運がいる2万ですからね。相当なもんですけども。これを。いや、これはもう迎えに行かねばならない。迎えに行かねばならないので、命令かな。寛平がここ。承知した。ここ。お呼びでしょうか。よし、こうで。心得ました。取って。寛平がここだから。ここまで帰るか。任せろ。よし、これで行ってみましょう。さあ、うまいこと配置についてくれれば、甲虫が下がりたい。よし、よし。使者がお待ちです。あ、なんだ、馬長。ああ、これねいやー、馬長ねー。
これ難しいですね。もう1年、もう1年やってちょっと地盤を作りますか。しょうがない、半年が良かったな。まあいいや。じゃあま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 あ、なんせあれなんでね、今道館とか、こちらに韓国館でしたっけ、道館韓国館に兵全く置いてないですかね、この状態なんで相当ひどいことになってますよね。韓国館か、ゼロ人ですからね。危ね危ね、問われるところでした。まあまあ、同盟結んだんで、とりあえずは大丈夫でしょう。なんか熱い戦いになってるかな、なってるな。よしよし、まあいいや。で、序南ですね。配置につきましょう。関羽が、とりあえずここ。よかろう。関平が、こっち。こっち。で、甲冑が、ここですね。任せろ。で、こっちは前に。これ、陣とか作れないよな、さすがに。ああ、まあさすがに作れないですね。じゃあ前に進んでましょう、はい、やるとしましょう。でこれ内政官入れといて、名声持ち、名声持ちを行為かな。よし、これで待ち構えましょう。お、出てきたら8000、量価8000ですね。これならどうとでもなる。よし、分身良家が出てきたか。さあまず分身打って、頭数減らす。よし、これ落ちますね。オッケー。よし、良家落とした。そして序南11000出てくるかな。ちょっと微妙なとこですね、これを。微妙なところ。とりあえず官兵は配置についてくれ。うん、微妙なところだな。徐行は、あ、まだまだ。よし、じゃあこれでも一旦様子見ますか。お、超運5000か。超運5000、いや軍心溜まってねえな。うわ、さすがに強い。これ落としたらさすがに打ちのめでしょう。こちらに。よし、そしたら甲冑は前に出る。やろう。よし、で官兵も進軍すると。よし、これで超運落としちゃいましょう。さあ、超運落ちろ。うわー、良家も来たな。よし、とりあえずこれは、新旧を超運に打ちます。これで打ち止めだろう。超飛出てこなかったですよ。新旧で、義務の言う、あ、中遊儀列、いや、ここは軍神で決めよう。ここは軍神で決めましょう。これで終わりだろう。 OK。 あ、両家捕まえました。さあこれで序南は打ち止めのはずなんで、カウンがちょっと補充提案が欲しいな。これを補充提案ない。じゃあしょうがないですね。関羽が、なんだ、こっちからまあこの辺にいっといて、心得た。で一歩前、お呼びでしょうか。承知しました。さすがにもう出撃はないだろう、6000なら。よし、で上は、あ、まあ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 好きにしてくれ。よし、じゃあこれで行ってみましょう。序南は出撃はないですね。よし、じゃあ配置について、さあ次のターン取り掛かりましょう。さあついに張飛を迎えに来れた。
チャンピオン迎えに来れたぞ。さあ行きましょう。どうされましたか。やるとしましょう。何か殴って。承知した。呼んだか。6500なら甲冑の新旧に頼ってもいいんですけどね。まあ一応こんな感じで。何用か。心得。よし。じゃあこれでいきましょう。よし、刺激ないですね。さあ取り付け取り付け取り付け。死者がお待ちです。おなんやね、長飛か。いやいや今さら長飛来ても。あ、領下解放ね。あ、解放しましょう。せっかくだからね。よし。で、新旧を、あー、打てなかった。打てなかった。まあいいか。まあこれで取り付けたんで、大丈夫でしょう。兵減らしちゃった方が早いかな。さあ、じゃあ序難を落としちゃいましょう。さあ。なんだ、まず新、軍神じゃない、新旧を打ちましょう。新旧打って天下一の弓タクト味わえ、頼むぜ甲冑。よし、とりあえずこれで落ちるでしょう。さあガンガン殴れガンガン殴れガンガン殴れ。兵の方が先に減るかなこれ。うん、OK ですね。ジョナンは落ちますね。これを。泣くように優れた人物？これは推挙ないの？ない。探索出しますか。泣くよう。誰だろう。では参ります。よし、じゃあこれでジョナン落としちゃいましょう。さあ、ジョナン落としきれ。このターンで落ちるよな。さで落葉の人材ですね。長春か。よろしくお願いいたします。ね、はいはい、成功だ。吉報です。造作もありません。吉報をお持ちしました。達成いたしました。さあ落とせ落とせ。これで長飛を仲間に。よし、陥落しました。あ、陥落陥落した。あ、ゼロになりましたね兵士。よし、上南制圧です。張飛迎えに来たよ。戦利口して迎えに来たよ、関羽が。よし、じゃあ張飛仲間にしましょう。張飛東洋ついてくぜ。よし、張飛入りましたね。とあと張雲、張雲がいない。張雲がいない。どこ行ったんだよ趙雲。世話になる。ああ、なんか意外にみんな仲間になんないな。じゃあまあ捕虜にして。うん、いやー長かったですね城南まで。これを。はい、ということで洛陽からスタートして、張飛を迎えに戦利口してきました。いやー、縁勝敗ん勝敗あして深夜そして序南と、はい、で、やっとやっとこさ、張飛ですね、はい、味方にすることができました、はい、ということで次回はついに馬超ですね。馬超を、仲間に入れて、曹操と戦う体制を整えたいと思います、はい、ということで、本日も最後までご覧いただきありがとうございました、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。